ほら来た、チョコマロ来た。こんにちは、チョコパパです。伊丹スカイパークに来てます。チョコマロと一緒に飛行機を見に来ました。またお散歩できるということで、そちらも詳しく紹介したいと思います。では行きましょう。ほら、ペットは芝生連れ込み禁止です。こういったとこ、こういったとこは歩かしたらダメです。こういう舗装されたとこは OK ということで、じゃあ行きましょう。こちらの持ち込みも使用も禁止です。注意してください。じゃあ行きましょう。あっちのベンチあるし、あっち行ってみよう。あ、ちょっと待って。あかん。こっちのデッキに連れてこようかな思ったんですけど、ペットちゃん、こっちも連れ込み禁止です。こっち、ダメ。あそこにベンチがあるんで、あそこに座りましょう。なかなかペットには厳しい。あの飛行機、あの飛行機ちょっと来た来た来た。あの飛行機来たよ。着陸よ。ほら来た、チョコマロ来た。着陸成功。チョコマロちょっと待っててね。待っててね。
テラス席入れたらいいのにね。あ、こっちだね。お散歩にはいいよね。せめて芝生には入りたいよな、チョコマロな。やっぱり難しいのかな。ちょっと飛行機のエンジンの音がやかましいので、音に敏感なワンちゃんはちょっと怖がるかもしれませんね。芝生で遊ばしてやりたいな。ワンちゃんダメなのよね。涼しそう、あの噴水水浴びしたいな、あれな、チョコマロな。あ、こっちもダメ、こっからダメ、犬、ペット、連れ込み禁止、この先ダメ、あかんて、チョコマロ。残念。あっちから先行きたかったんですけど。戻りましょう。伊丹スカイパークの案内図なんですけど、飛行機の離着陸をよく見たいなっていう方は、車どこ止めたらいいのって思われるときは、こちらの南駐車場 A または丘の上駐車場、ここがよく見れるエリアとなってます。あとね、こっちはローラー滑り台とかキューブアドベンチャー、多目的広場とか、こっちも子供さんとか楽しめると思います。こっちのがアクティブに遊べるのかな。こっちにも遊具があるんですけど、まあちょっとした遊具ですね。あ、あれかな、あの遊具です。こちらで遊ぶ方はこっちの駐車場に停めた方がいいですね。飛行機も遊ぶぜって思う方はこちらの中央駐車場で止めた方がいいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。また次回会いましょう。ありがとうございました。